このような CM がもたらす効果は、単なる一時的なものではありません。CM を通じてナンバーアンダーラインアイのメンバーとマクドナルドのブランドイメージが結びつき、長期的なファンの支持を得ることができるのです。夏の暑さが一段と厳しくなった8月のある日、マクドナルドは公式 X で新しいテレビ CM のメイキング映像を公開しました。この映像には、人気のジャニーズユニットナンバーアンダーラインアイの平野翔、 雄太、岸優太が登場し、彼らの自然体での笑顔やわきあいあいとした様子が収められていました。ファンからは、素敵な裏側映像ありがとうございます、かわいい癒やされる、といったコメントが寄せられ、SNS は彼らの可愛らしい姿にあふれました。この CM は、たっぷり行こうぜ、海、変と題され、平野が期間限定ソースのカレー味に、カレー馬、と感動するシーンや、 騎士の撮影カットが静止画のように見えると3人が大笑いするシーンが収められています。また、彼らがエキストラとして参加した小型犬を愛でる場面もあり、ファンは、劇化は見てるこっちも楽しくなる、といったコメントを投稿しました。この CM は、7月17日から8月27日までの期間限定で行われている、チキンマックナゲット1 5ピース、ソース3個付きを特別価格で販売するキャンペーンの一環として制作されました。 このキャンペーンにより、多くの人々がマクドナルドに足を運び、新しい体験を楽しんでいます。普段はマクドナルドに行かない人も、この CM をきっかけに週3回も通うようになったという声も聞かれます。特にハワイアンバーガーやハワイアンロコモコは大人気で、試してみたいという人が続出しています。テイクアウトでナゲットを買って帰ると、子供のおやつや夫のおつまみとして重宝されます。 トースターで炙ると熱々サクサクになり、ソースも複数つくので、さらにチーズと一緒に盛り付けると見栄えも良く、夕食の一品としても役立ちます。家族でクロサギを見ながら夕飯を楽しむのが定番となり、大人は緑ジンソダを飲みながら楽しむ光景が描かれています。マクドナルドの CM は、赤いオープンカーと青い空が最高にマッチしており、見ているだけで笑顔になれると好評です。 特にナンバーアンダーラインアイのメンバーが楽しそうにしている姿は、多くのファンにとって癒しの瞬間です。この CM をきっかけに、ナンバーアンダーラインアイのファンはますます彼らに夢中になり、マクドナルドにも頻繁に通うようになりました。実際、ハンバーガーはモス派だったという人が、十数年ぶりにマクドナルドに通うようになったとのことです。彼らは、ナンバーアンダーラインアイの CM が続く限り、 マクドドナルドに通いい続けると宣言していますもちろん、味についてはモスの方が好みという人もいますが、ナゲットソースのカレー味がピリ辛でお気に入りだと言います。ハンバーガーは、くんのが一番好きだと語るファンも多く、平野丹であってもその魅力に凍えないようです。3人が仲良く楽しんでいる姿を見て、ファンは、メイキング最高、3人の人柄とか仲の良さが伝わってくるといったコメントを寄せています。 最近、ニューズウィークでナンバーアンダーライン愛の特集を読んだばかりのファンは、3人の仲の良さや絆の深さがこうした自然なやり取りの中に表れていると感じ、大いに喜んでいます。今後も3人での仕事が増えることを期待しています。マクドナルドに再び足を運ぶようになった人々の中には、味が濃いと感じるためバーガーのソースを少なくしてもらう人もいます。演技ではなく、普段の仲良しの風景が見られる点で、 この CM は購買意欲をかきたてる大成功だと評価されています。3人のわちゃわちゃ仲良し姿が見られることは、ファンにとって大きな喜びです。ハワイアンシリーズのハンバーガーや期間限定ソースでのナゲットも、すでに楽しんだという声も多く、自然体の3人のメイキング映像は大人気です。私の一番の推しはナンバーアンダーライン愛で、彼らがファンに寄り添ってくれる姿勢に感動しています。 たっぷりソースのナゲットが一番好きで、夏フェスを頑張る彼らを応援しています。パフォーマンス中のゴリゴリ、キレキレの彼らからわちゃわちゃの彼らのギャップ萌えもたまりません。彼らの姿に癒されるほんと可愛いです。かっこいいけど可愛いという最強の組み合わせです。果たしておっさん同士がざれる映像を見たいもの好きがどれくらいいるのかという疑問もありますが、ファンにとっては至福の時間です。このように、 マクドナルドの CM は、ただの商品プロモーションにとどまらず、ファンとの絆を深める大きな役割を果たしています。ナンバーアンダーライン愛のメンバーが見せる自然体の笑顔や仲の良さは、ファンにとって大きな癒しとなり、彼らの日常を彩る一瞬となっています。これからも、彼らの活躍とマクドナルドの新しい試みを楽しみにしています。ファンは彼らの笑顔と一緒に過ごす時間を楽しみにし、 次の CM やイベントを待ち望んでいます。特に、今回の CM で見せたような自然体の姿や仲の良さが、ファンとの距離を縮める大きな要素となっています。平野、神宮寺、騎士の三人が見せる素顔や笑顔は、ファンにとってはかけがえのないものであり、彼らの魅力をさらに引き立てています。また、このような CM がもたらす効果は、単なる一時的なものではありません。 CM を通じてナンバーアンダーラインアイのメンバーとマクドナルドのブランドイメージが結びつき、長期的なファンの支持を得ることができるのです。ファンは、彼らの活動を通じて感じる喜びや感動を日常生活に取り入れ、マクドナルドを訪れる理由の一つとして楽しんでいます。これからもナンバーアンダーラインアイのメンバーがどのような活動を展開していくのか、そしてマクドナルドとのコラボレーションがどのように進化していくのかに注目が集まります。 彼らの活動がさらに多くの人々に笑顔と癒しをもたらし、新しいファン層を開拓することが期待されます。そして、ファンは彼らの成長とともに、新しい発見や感動を共有することができるのです。最後に、これからも彼らの活躍を応援し続けるために、ファン一人一人ができることは何でしょうか。それは、彼らの活動を見守り、応援するだけでなく、自分自身も楽しむことです。 彼らの笑顔やパフォーマンスから元気をもらい、それを日常生活に生かすことができれば、より充実した毎日を過ごすことができるでしょう。また、SNS やイベントを通じて彼らとつながり、共有する喜びを広めることも大切です。ファン同士の絆を深め、お互いに応援し合うことで、より強固なコミュニティが形成されます。彼らの成功を自分のことのように喜び、困難な時には支え合うことで、 より大きな喜びと感動を共有することができるのです。そして、彼らの活動がこれからも続いていく中で、私たちはどのような新しい物語を紡いでいくのでしょうか。その答えは、彼らと共に歩んでいく私たち一人一人の手に委ねられています。彼らの笑顔を守り、応援し続けることで、私たち自身も成長し、新しい発見や感動を共有することができるのです。 未来の彼らの活動を楽しみにしながら、私たちもまた、日々の生活を大切にし、笑顔を忘れずに過ごしていきたいものです。彼らの姿から学ぶことは多く、私たち自身も成長するチャンスがたくさんあります。これからも、彼らと共に歩んでいく日々を大切にし、笑顔と感動を共有していきましょう。これまでのように、彼らの活動を支え、応援することで、私たちもまた、 多くの喜びと感動を得ることができます。彼らの成功をともに喜び、困難を乗り越える姿に励まされることで、私たちもまた、より強く、より優しく成長することができるのです。これからも、ナンバーアンダーライン愛のメンバーとともに、素晴らしい瞬間を共有し、笑顔を忘れずに過ごしていきましょう。彼らの活動が私たちに与えてくれる喜びと感動を大切にし、 毎日を豊かに過ごすための力に変えていきましょうこれからも彼らの輝かしい未来を応援し続け共に歩んでいくことを楽しみにしています